アバロンの初期配置アバロンは、たまによる相撲とも言える内容の二人用のボードゲームである。二人例は有限確定完全情報ゲームに分類されるアブストラクトゲームである。ルールは単純であり、通常に3分で覚えることができる。また、チェスや、将棋のような他のゲームに比べ展開が早く、1ゲームにかかる時間も少ない。アバロンは、 61の穴のある六角形の番で行う。各プレイヤーは開始時に14個ずつの玉を番に置く。黒が3個動かす白が3個動かす黒い玉を使用するプレイヤーが先手である。1回の手で1個の玉か2から3個の一直線に繋がった玉を動かすことができる。複数の玉を動かす場合、すべてを同じ方向に1マス動かす。 石を押すことができる霊石を押した結界石を押すことができない霊以下の条件を満たすとき相手の玉を押すことができる。先に相手の玉を6個以上番外に押し出したプレイヤーが勝ちである。盤面の表記法手順を記録するために盤上の角マスには記号が振られている。横の角項は AI のアルファベット、左上から右下にかけての行は1から9の数字で、 表される。右の図の X は G5、Y は C2、Z は H9 と表す。一般的に並びに沿って動かす場合には列の最後尾先頭を記述する。そうでない場合には並んでいる玉の位置と最初の玉の移動先を表記する。黒が選手防衛を行っている0で G ハイチアバロンのルールにおいて負けないようにするために 選手防衛に徹することは簡単である。例えばすべての玉の並びを3個以上にしてしまえば、これを押し出すことは不可能である。そして、アバロンのルールでは、このようなプレーは否定されていない。普通のプレイヤーはゲームの無駄な引き伸ばしを好まないため、防御的なプレーをしないことを暗黙の了解としている。このため防御的なプレーは初心者に多く見られる。しかし、 選手権などに参加するプレイヤーの中にもこのような行為を行う者がいる。この問題においてはいくつかの対策が考えられている。第一の方法は選手権などにおいて審判に防御的なプレーをするプレイヤーに罰則を与える権限を与えることである。ただし防御的なプレーという概念に主観が混じるため十分な対策とは言えない。第2の方法は このようなプレイができにくいようにルールを変更することである。いくつかのルールが考案されたが、いずれも複雑なものとなっている。第3の方法は、ルールなどはそのままにして、初期配置を変更することである。いくつもの配置が研究中であるが、最も一般的なものの一つとして、デイジー配置がある。この配置は、14個の玉を7個ずつ2箇所に分けておく。 ことにより密集系を作ることを難しくしている。アバロン単独での世界大会は行われていないが、マインドスポーツオリンピアードでは1997年に行われた第1回大会から採用されている。第1回大会では1992年のオセロの世界チャンピオンであるフランスのマークタステが優勝した。1999年からはゲームの活性化のために、 初期配置が上実のデイジー配置に変更された。ありがとうございます。